こんにちは、僕たちは韓国人バンドピアピです。はい、今日一緒に勉強したいと思った曲は清水ショタとタカのカトゥンコールです。これから一緒に勉強したいと思った方々は登録、いいね、アラーム設定よろしくお願いします。基本的な説明です。名前は清水翔太です。2007年から活動しました。事務所はヤンドゥと、レーブルはマスター6ファウンデーションです。この前に清水翔太の他の曲もレビューしたんですが、ここに来てまた一緒に楽しんでください。この曲は清水翔太さんが3年ぶりにリリースする9番目のアルバムのリードトラックになります。清水翔太さんとタカさんは去年の6月この2人を中心に高校した RE というプロジェクトを一緒に行いながらもっと仲良くなって、今回は清水翔太さんのオファーにタカさんが快い回答をして、ついにこの2人の正式なコラボが実現することになりました。この MV には一般的な職業についている自分とアーティストとしての自分をそれぞれ演じて、どんな人にも空境を乗り換えた先に必ず輝く瞬間があるという希望を込めたメッセージが表現されている MV になります。それで今日の観戦ポイントは、それぞれの自分の空境より全部乗り換えた先に輝いている自分を想像しながら見ることになります。さあ、行きます。일단원호크분위기아처음에딱기타소리나그지뮤비도그래요약간어둡게시작하는게되게오랜만이지않나요이렇게통기타하나로시작하는거단촐하게시작하는거비트하는곡중에서아니드라이브러같은거아니면하기사그제가전두가수가같이뭘했다는것자체가되게그치이게기념이될만한일인거지그래서이제리듬을살리면서밤에일하는숫자안복한샤저쓸쓸하고여기도잘해둘다여기되게잘하고아이두그림그러니까이두그림이보고싶었다고그러니까두목소리따로들으면되게안어울릴줄알았거든요진짜되게잘어울려가지고오무대와이지조세가츠的なことを見せて後で舞台からなんか見ていることをなんか見たら、なんか夢を叶うようになんか願っている歌詞だと思います。やりたくないけど自分がやらないと多分世界がもういけてないから、うん、もう我慢して私がやれるような感じの歌詞があるんですけど、その歌詞見て、あ、僕は自分だけでなんか考えたかななんか思って、少しなんか世界のためにみんなのためになんか考える時間ができました。すごい歌うのに難しい曲だと思います。インストも派手じゃなくて、メロンをすごい繰り返されて、純粋な、単純なメロディーなんで、これをよく聞こえるように歌うのは本当に難しいことです。ショタとタカだから。そうですね。僕はこの曲を今まで聞くと、ちょっと単純さから来る寂しさとか、深さとか、感情の溢れ方がちょっと悲しく
感じました。絶対わざとだと思うんですけど、ある程度空間を空いた、空けといたのが、寂しいを表現したような気が。確かに。これから、タカの話。そうだよ。許さない。머리내리고있으니까너무눈이사슴같아서울것같아무슨소리예요이소리소리는아짐승이한명이야 눈은사슴인데목소리는짐승남자아이장면진짜예식장같은아느낌이야오케이우리도우리도같은외국인노동자입장이잖아 그렇지그렇지사실지금우리외국인노동자지뭐아제가딱노래를할때보면윈니가이게딱보이게다나오는부르잖아맞아그게발성연습할때이런연습을많이시키는데자연스럽게웃으면서노래부르는법이몸에배어있는거해야또뭐고음도그렇다고피치가잘안떨어지게끔이미한방법중에하나지아다시일어나감성적으로안정돼있잖아요노래는뭐당연히안정돼있는거죠 감성적으로도안정돼있는게약간나도겪었으니까너희도괜찮아요이렇게위로하는게아이기타소리이기타소리가위로해와진짜이건끊을수없어이건끊을수없어계속듣고싶어와진짜어떤음악먼저성공한선배가지금이런 시국에힘들지만참아같이하자내가노래불러줄게가사에그런게있거든와힘든사람나한테와내가노래불러줄게가있거든정말오늘도이렇게될수있어요아닭살돌았어지금존나멋있다이걸보고있는나도저렇게될것같은그런희망이막오는것같아우리가객석에앉아있고선배님들불러주는맞아맞아지금너희좀힘들지참아조금만있으면우리랑같이커튼콜할수있을거야이런느낌이야아까말한게있네여기서옷이계속막스타의옷이됐다가일반적인옷이됐다가바뀌는거야가가야그이마대아どうでしたか？この MV の演出がめちゃくちゃうまかったと思います。僕アーティストの自分が観客席に行って舞台の上に一般的な職業の自分がいる、それだけでめちゃくちゃびっくりしました。みんなそれぞれ自分の物語の中に自分が主人公で生きているって言いたかったかなと思って、それでみんな自分の物語の中で輝けると思いました。それで。なんか僕がもっと癒された気持ちにします。ありがとうございます。今日もこれ終わったら僕はライブするに行くので、自分の人生で本当に幸せな時間、本当に待ってるいるカーテンコールを知っているんじゃないかなと思って、今の瞬間にも本当に大事なタイムだと思ったから、本当にこれ感じれることをあげたことが本当にありがとうございます。もうマジ僕たちの物語だからめっちゃ癒されるしカーテンコールは舞台が終わった後でなんかもう一度出て感謝の気持ちを表すためにすることじゃないですかだからあ僕もなんかいつか妻になれるまで頑張らなきゃとなんかやる気がもっとできる時間になりましたありがとうございますこの曲を聴いてあでもこの二人の今まで社会とか時間の経験を淡泊にちょっと上限してくれるっていう感情は誰も勝手に真似ができないかな結構癒されましたメロディとボーカルが目立つ曲で結構シンプルな学生の中でメッセージを大事にしてる曲がここまでバズるのは本当久しぶりだと思いましたそうですねみんな今もし大変な時がある人たちはこの曲を聴いて一緒に PR テッド頑張りましょう
さあ、今日もめちゃくちゃ勉強になりました。ありがとうございます。これからも一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。今週も見てくれてありがとうございます。